はい、皆さんおはようございます。こちら今アゼルバイジャンの首都バクーに来ております。越境 3.0 チャンネルワールドツアーの、第1回ツアー、アゼルバイジャンツアーということで、昨日のお昼前に、ドバイを経由して昨日のお昼前にアゼルバイジャンのバクーに到着しまして、で今回45名というすごい大所帯の人数でのツアーになってるんですけれども、半分の20数名がドバイ経由エミレーツ航空で到着し、で、まあ、1時間弱ずれぐらいでターキッシュエアラインズイスタンブール経由で20数名が到着して、バクーで昨日の午前中にメンバーみんな合流して、越境 3.0 チャンネルの視聴者の皆さんが45名集まってですね、5日間アゼルバイジャンを旅するというそういうツアーが始まりました。で今日はね、その昨日の昼からみんなで観光してお昼ご飯食べて、で、まあ、その後夜ご飯を食べてお酒を飲んで、でホテルに行って、まあ、一息休憩して一泊して、まあ、ぐっすり寝てですね、まあ、距離がなんせ長いんで、ぐっすり寝て、で朝起きて今朝ご飯を食べた後に今カスピ海ホテルインターコンチネンタルバクーに泊まってるんですけれども、そこから徒歩3分ぐらいのところにこのカスピ海のパークブルーバールというこの公園があるんですね。この公園がですね、もう本当に僕は大好きで、朝、ここを散歩して、でまあものすごいテンション上げ上げで、また今日明日明後日その次とアゼルバイジャンツアーを、参加者の皆さんと一緒に楽しみながら、でそして、まあ、次なる未来に向けてですね、光の差す方へ動いていきたいと思うんですが、この後ろに映っているのがクレセントムーンタワーという三日月の形をしたビル、こういったのももう間もなく完成しますし、その隣にあるのがポートバクータワーですね。でこちらの後ろの方にあるのが、3本のタワー、フレームタワーズというね、これもアゼルバイジャンでは非常に有名な、かなりシンボルとして、ものすごい、まあ、夜になるともうメラ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 炎がこの燃えるイルミネーション、火の国アゼルバイジャンと言われてますから、ランドオブファイヤーで、その火の国をイメージしたビルがあの街の中心部の丘の上に3本立っているという、あれがフレームタワーズなんですけれども、まあ、ここアゼルバイジャンというのは火の国という意味なんですね。古代ペルシャの言葉だったかな、火の国、アゼルが火でバイジャンがその土地とかそういう意味なんですけど、火の国アゼルバイジャン、そして首都のバクー、バクーというのが風の町という意味で、普段はね風強いんですね。で今日はあの朝この風がまあなく、まあ、穏やかな感じなんですけども、このまあカスピ海の上空というのは非常に風が普段は強くて、ものすごい強い風がこの突きつける場所、それがまあバクーという意味なんですよ。でこのバクーといえば、このもうちょっと沖合にあるのが、バクー油田、世界的にも有名なバクー油田という、まあ、世界のかなりの、まあ、エネルギー源ここにあるわけですけれども、バクー油田の、まあ、すぐ隣、まあ、重なって隣接しているのがシャーデニーズ天然ガス田といって、まあ、ここも世界最大級の天然ガス田がこのカスピ海の中にあるわけですね。でこのシャーデニーズ天然ガス田が、まあ、ウクライナ侵攻後の、ヨーロッパのエネルギーを支えている結構中心的な役割を担っていて、このシャーデニーズ天然ガス田からアゼルバイジャンの首都バクーで、そしてジョージアの首都トビリシで、そしてトルコのジェイハンまでつなぐバクートビリシジェイハンパイプライン BTC パイプラインというのが、今のヨーロッパのエネルギーを、まあ、救っているというね、ロシアから天然ガスがヨーロッパに入らなくなったので、まあ、それに代わる新しいエネルギーとして、ヨーロッパ、欧州委員会、欧州委員会の委員長のフォンデアライエンさん、フォンデアライエンさんがアゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領に直接会いに行って、この、まあ、バクー油田の石油とシャーデニーズ天然ガス田の天然ガスを、まあ、輸送量を2倍にしてくれと、まあ、そのような交渉を去年の8月に行って、ヨーロッパに向けたかなり重要なエネルギーとしてアゼルバイジャンのこのエネルギーというのが運ばれているんですね。でまあそういうことも後押ししてアゼルバイジャンの経済というのは非常に今伸びていて、まあ、石油と天然ガスがこの街の、まあ、景色も変えていると言っても過言ではないんじゃないかなと思うんですね。僕がアゼルバイジャンに来たのは、去年の2月に、ナゴルノカラバフアゼルバイジャン政府のちょっとご招待をいただいてナゴルノカラバフの視察に行ったわけですけれども、それが去年の2月、再生リストのナゴルノカラバフのところからその時の映像とかちょっとご覧いただきたいんですけれども、
まあ、そういったナゴルノカラバフもね、まあいろいろと戦争があったりして非常にまあ大変な時期もこのアゼルバイジャンという国にはあるんですけれども、まあ、そのナゴルノカラバフの戦争なんかもまあ乗り越えて、この今アゼルバイジャンの首都バクーでは非常にこの経済成長のまあ色並み、街並み、色合い、まあ、そういったのがなんかすごい感じられる。本当に結構頻繁にアゼルバイジャンには来てますけれども、来るたんびにこのバクーの街並みの景色はなんか大きく変わっているなという、そういった印象を受けます。で今日はですね、この後一旦午前中は、まあ、皆さん自由行動でこのバクーのまあ中心部でカスピ海沿岸とかショッピングモールとか、まあ、そのあたりを自由に散策していただいて、でみんなでお昼ご飯を食べて、でその後、まあ、アゼルバイジャンの、まあ、あちこちいろんな地域にね、まあ、観光も行きますし、あとは国営石油の、副会長との、面談で、そして、まあ、いろんな関連するものの見学とか、でそしてアゼルバイジャンの国立大学の日本語学科の学生たちとの意見交換会とか、であとはアゼルバイジャンの国営テレビアズ TV というんですけど、まあ、今回アズ TV の、まあ、テレビ局の見学、日本でいうと NHK ですね、まあ、そういったテレビ局の見学に加えて、45名の参加者の中から数名ちょっと僕の方から選抜させていただいて、アゼルバイジャン国営テレビの生放送に朝のテレビ番組地上波を通じて、まあ、電波を発信していろんなことを伝えていこうと。我々日本人は日本からこういう目的でこのためにアゼルバイジャンにやってきました、でそれで日本とアゼルバイジャンをこういう形でつないでいきたいんですという、参加者のメッセージをですね、アゼルバイジャンの国営テレビの電波を通じて、まあ日本でいうところの朝の NHK のニュースウォッチ9みたいな、そんな番組なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういったまあ番組に出演をして、でその後、まあ、テレビ局見学して、であとはまあアゼルバイジャン人のあのお宅で、みんなで集まってお庭でバーベキュー大会とか、まあとにかく普通のアゼルバイジャンツアーではなかなか考えられないようないろんなあの催し物、アトラクションなんかを用意しております。で後ろのクレセントムーンタワーはですね、あれドバイとの姉妹プロジェクトとも言われていて、ドバイにも同じような建物が同じ時期に着工し始めたんですね。でまあこちらのアゼルバイジャンのこのクレセントタワーの方はまだ完成はしてないんですけども、上の方ちょっとなんか工事してる部分があるんですが、まもなく完成ということで、これも完成するのがね、まあすごい楽しみな、アゼルバイジャンなんですけども、こちらがですねパークブルーバードという、ブルーバードショッピングモールがあるんですけども、このショッピングモールもね、もうすぐ開店するんで、この後、まあ、自由時間の間にちょっと散策しながら、まあアゼルバイジャンでのまあ、どのようなものがいくらぐらいで売られているのかという、ちょっと市場調査的な意味合いも込めてね、ショッピングモールの方も足を運んでみたいと思います。でアゼルバイジャンツアーはまだ始まったばかりですけれども、まだまだちょっとこれからが本番ということで、このカスピ海の上の戦場のカスピ海クルーズなんかもね今回は企画しておりますので、越境 3.0 チャンネルの視聴者の皆さんの、その参加者の皆さんがアゼルバイジャン、いやこれ絶対また来なきゃいけないと、2回目3回目とまあ、繰り返し足を運びたくなるような、まあ、そういったツアーにしていきたいと思いますので、参加者の皆さんと楽しん でそしてまた、この機会をねまた別の機会でまた作りたいと思います。アゼルバイジャンだけではなくて、今日 3.0 チャンネルの方で注目している国地域、そういったところに視聴者の皆さんと一緒に足を運んで光の差す方へ向かって新たな希望を見つけに行くという、まあ、そういったツアーを催しておりますので、また関心がある方いたら、そちらの越境 3.0 チャンネルワールドツアーのご案内の方をぜひお楽しみにして待っていただけたらと思います。ということで、今日はこの後ねちょっとこのパークブルーバード公園を、まあ、ずっと散歩をして、で、まあ、ちょうどしたらショッピングモールに行って、ホテルに戻ってみんなと合流してまた観光と、まあ、そういう感じで今日は一日過ごしていきたいと思います。また新たな続報をこの越境 3.0 チャンネル通じてお届けしていきますので、お楽しみにしていてください。よろしくお願いします。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。
世界とつながりたいあなた待ってます。